サーチャールズ・ソー・オンダースは、イギリス海軍の軍人である。ケベックの攻略により名を挙げ、1761年に、バス勲章時勲ナイトシャクとなる。また、1754年から、庶民院で、ヨークシャーのヘドン選出の議員を務めた。ジョージ・アンソン青年は、はっきりしないが、サマセットシャー生まれと言われている。1727年に、親族が、 保護者となって、イギリス海軍に入隊し、1739年に、中尉として、帝徳ジョージアンソンの機関船チュリオンの世界就航に、同行する。1749年、戦争終結と共に、阪急となり、軍人と政治を兼務することにした。アドミラル・ボローと呼ばれ、また腐敗選挙区でもあるプリマスの選挙区の議員として、任期を務めた後、ヨークシャー州のヘドンに移り、 修正そこの議員を続けた。1752年、海軍の現役に戻り、1754年には、グリニチ病院の水道館、1755年には、海軍の監査官を務めた。ルイブールの戦いの7年戦争が勃発し、1756年1月に、ソーンダースは、青色艦隊の少将に任せられ、地中海艦隊を率いるエドワード・ホークの補佐のため、 ジブラルタルへ向かった。その後は、ブレスト郊外の海峡艦隊で任務に就いた。1757年、ウィリアム・ピットの首相就任により、海兵隊と植民地における対フランス戦の重視策が打ち出された。カナダで1758年に起こったルイブールの戦いで勝利したイギリスは、セントローレンス川経由でのケベック攻撃への道が開いた。 ジェームズ・ウルフ1759年、青色艦隊の中将に昇進し、2月13日に、帰還ネプチューンでカナダに向かった。他に、ノバスコシアで越冬していた少将のフィリップ・デュエル、同じく少将のチャールズ・ホルムズに、陸軍の指揮官であるジェームズ・ウルフが加わった。ハリファクスからのデュエルの出航が遅れ、主力艦隊がケベックに向かったのは6月になってからだった。 艦隊は49隻の軍艦から構成されており、その内訳は、戦列艦20隻、50門艦2隻、フリゲート艦13隻、小艦運転14隻で、うち22隻は50以上の大砲と13,500人の兵を乗せていた。また、119隻の輸送船には、陸海共同作戦に使う平底船は積まれていた。艦隊の総人数は、 ケベックの人口よりも多かった。ソンダースは艦隊を3つの分隊に分け、それぞれをフリーゲート艦に先導させ、測量船とエークジラ船をつけた。1781年当時のセントピーターこと、セントローレンス川のズセントローレンス川の高校は、混乱を極めた。未だかつてきちんとした海図が作られておらず、フリーゲート艦以上の規模の船がここを安全に通った。 試しがないと言われていた。ソーンダースは、同行している商船の船長たちをボートに乗せて、上流に流氷が残る川を調査させた。フランス軍が川から部位と水路標識を外しており、しかも堤防では、砦の強化がなされていて、フランス軍から間を置かずに監視されているため、作業は主に夜間に行われた。何度も川を往復し、適切な間隔を置いて、 探りを入れた上で、ボートの位置を観測し、流れと潮を侵略し、形式に沿って、推進を記録した。調査には忍耐と技術が必要だった。6月20日、輸送船に、セントローレンス川を登る信号を掲げ、1週間後、ソーンダースの艦隊は、ケベックへと突き進んだ。ジェームズ・クック6月27日、ソーンダースは、ウルフのオルデアン島上陸を援護した。 ケベック攻略がうまくいくかどうかは、結局赤い軍にかかっており、8月の終わりに、ウルフの部下で順将のロバート・モンクトン、ジェームズ・マレーとジョージ・タウンシェンドと、ソーン・ダースによる話し合いが持たれた。その後、将軍・ウルフにより、ケベック郊外の大地エイブラハム平原で、フランス軍を迎え撃つことになった。そのための軍勢を、海戦前夜に、船でセントローレンス川を登って、 瞬間長崖を登った大地に配置してしまおうというもので、ソーンダース自身の表現を借りれば非常に批判されるべき、そして実に適切でうまく指揮された作戦だった。実際、この時の上陸作戦は世界初の本格的な陸海療養作戦と言われている。戦闘が終わってからも共同作戦は続けられ、ケベックのフランス人中屯部隊は ついに9月18日に降伏した。この作戦の成功には、航海術や測量技術の向上なども貢献していた。若い頃のジェームズ・クックも、この艦隊に軍艦ペンブロークの航海長として、名を連ねていた。クックは、セントローレンス側の調査で名を馳せ、天文学と数学の知識を活かして、海図を制作した。後に、ソーンダースは、海軍省から、 この海図の出版許可を得た。ソーンダース島の置ケベック攻略後、ソーンダースは雑用の処理に携わってから、セントローレンス川決表の前に一旦帰国し、翌年の春に再びケベックに戻った。ケベック攻略後、ソーンダースは地中海の任務に戻って、財宝船を含む多くの船を打破し、資産を膨らませた。海軍大臣を務めた後、1761年に、 ナイトに助釈され、その後は一議員として、ニューファンドランド漁業の保護に尽力した。そして1762年10月、白色艦隊の海軍中将に昇進した。1775年12月7日、ロンドンで死去。ウェストミンスター寺院のウルフの墓所の近くに埋葬された。ホレース・ウォルポールは、ソーンダースについて、最も無口で、 最も価値のある人物と評している。同じ1775年、公開中のジェームズ・クックは、キャンドルマス島と、南サンドイッチ諸島のモンタギュ島の間に、弓なりの全長5.5マイルの島を発見し、この提督にあやかって、ソーンダース島と名付けた。ありがとうございます。